16日以来、3度目の出廷。報道陣の問いかけには、無言ドジャース、大谷翔平投手の元通訳で、銀行詐欺などの罪に問われている、水原一平被告が4日、日時間5日、連邦地裁に出廷した。水原被告が出廷するのは今回で3度目。自らの口で、ギルティと2度言い、有罪を認めた。この日、黒スーツ姿に白シャツで登場した水原被告は、裁判官からの問いかけに、計58回、イエスと、自らの口で話した。その後、銀行詐欺、虚偽の税務書類作成について、それぞれ、ギルティと罪を認めた。判決は10月25日、同26日に言い渡される。有罪答弁が終わると、マイケル・フリードマン弁護士と共に、正面入り口から登場。報道陣の問いかけには、無言で法廷を後にした。水原被告は日時間3月20日の開幕戦直後に違法賭博に関与し、大谷の口座から資金を盗んだとして、ドジャースを解雇されていた。4月11日、同12日には、米連邦検察当局から銀行詐欺容疑で訴追され、翌12日、同13日には、ロサンゼルスの連邦地裁に出廷。保釈保証金2万5000ドル、約387万円で保釈されていた。5月8日、同9日に、米連邦検察が、司法取引に応じ銀行詐欺と虚偽の納税申告の罪状を認めたと発表。5月15日、同16日の罪状認否では一度、形式的に無罪を主張していた。フルカウント編集部、